はようございます。今回の Vlog はですね、私の結構好きなトピックの食生活 Vlog を撮っていこうかなと思うんだけど、過去に1回やったことあるんだけど1日だけだったので、今回は3日間、私ももう終わるところですが、9月以降ぐらいから結構気をつけたことが本当に食生活で、食生活によってこんなに体調って変わるんだって思ったが、私ももうそんなに若くないから、ちゃんとしなきゃいけないなっていうのは分かってたんだけど、でもなんかいろいろ理由つけて不健康なものを食べたりとか、あんまり食べてなかったりとかいろいろしてたら、やっぱり体調が良くないっていうのに気づいて気づくの遅い。仕事のためにも体調管理とかをすごいちゃんとしなきゃいけないなっていうことに気づいて遅いね。今までね、ちょっとあれだけど、今までそんなに悪い食べ方してたとか、暴飲暴食してたとかじゃないんだけど、ちょっとレベルを上げてもうちょっと自己管理をしようっていう感じで、それ最近やってきたのね。でそれでやっぱり違いがすごくわかる。風邪とか普通に引くんだけど、なんかこう日々の頭の回転だったりとか胃腸の感じだったりとかはい、どんな感じで私が日々食べているかを紹介していきたいと思いますそれでは今ね、日曜日の朝でお腹空いてるのでご飯作ろうと思います。これめっちゃコーヒーがゴホゴホ言ってるんだけど、気にしないでください。アボカドトーストを作っていきたいんだけど、過去のブログをご覧になっていただいた方、私の超適当なアボカドトーストを覚えてますか？ただ切ってのせるだけ。それからね、最近アップグレードしたの、やっとアボカドトーストってさ、基本的になんか美味しいじゃん、何してって。カットしてのせるだけで美味しいんだけど、ちゃんとしたらもっと美味しいよっていうことに気づいたので、はい、それをやっていこうと思います。これなくても美味しいと思うんだけど、トリュフは私好きなんですよ。で、ザクロはこの間生まれて初めて実を自分で割って種取り出してみたの。色すごいじゃん。返り血がすごかったよ。はい、今午後3時半で、今日はもうやること終わったっていうか、でやること終わったから、ゴロゴロダラダラしようかなと思ったんだけど、ちょうどね4時からなんかインヨガっぽいちょっとリラックシングな感じのヨガのクラスがあるのを気づいて、どうせゴロゴロダラダラするんだったらアクティブにゴロゴロダラダラしようということで、ヨガに行ってきます行ってきます。ただいま、今帰ってきました。今からご飯を作るんだけど、今日はね、唐揚げ。私アメリカ生活長いからすごいなんか日常茶飯事ですごい慣れちゃったんだけど、アメリカ人って基本的にすごい何？エクスプレッシブ、自分を表現するのに抵抗が全くないっていう感じで、どういうことかっていうと、例えばなんかヨガの時とかでなんかすごい気持ちいいポーズとかあるじゃん。そしたらなんか別に人目気にせずお構いなしになんかあーとかため息とかつくみたいな、みんなが聞こえるぐらいの勢いでとか、先生、今日の先生は結構すごいエキセントリック、なんていうのかな、変わってるっていうか面白い奇抜な感じの先生なんだけど、その先生なんか曲がねずっと BGM みたいな流してて、ゆったり系のいいセレネード系のなんか曲なんだけど、それで急にカラオケみたいに歌い出すからねなんか私そういうの慣れてるからさ、もう何とも思わないっていうか、あれなんだけど、細かいとこっていうかさ、ちっちゃいところの節々にいろいろそういうアメリカっぽいところが出てきて面白いなって思うはい、今衣つけてます。袋から出してそのままさ、おっきいままやったらさ、なんか森みたいになってるよね。まだ6時なんだけど、もう食べちゃおうと思います唐揚げ作ったでしょ。で、玄米がね、これ恥ずかしいことにさ、冷凍の玄米で、ちょっと聞いて、なんか日系スーパーに行きたいって思いつつ、行けてなくって、でそれで、本当インスタカートとかすればいいのに、本当にインスタカートとかすればいいのに、なんか、日系スーパーさ、自分で目で見たいんだよね。いろいろに日系スーパーで買いたいものあるんだけど、マヨネーズも切れてるし、お米ないのとかちょっと結構厳しいんだよね。揚げないから楽ですよね。いただきます。あ、熱
言で言うなら Perfection。 2日目の朝です。おはようございます。今日は、映画見に行くんだよね。あの宮崎駿フィルム、新しいやつ、なんて言うんだっけ日本語タイトル。英語だと The Boy and Heron、 全然違う名前だと思うんだけど、それをそうずっと見に行きたくって、友達のジョサイアと行くんだけど、お昼食べてから映画見ようってことになってるから、今もうね9時半なの。だから軽めに食べて行く。で今からちょっと1個オーディションを取んないといけないんだけど、その前にヨーグルト、これトレジョの美味しいやつ、ヨーグルトとチアシードとヘンプシードを中に入れて、あとグラノーラです。ガソリンに入れに来たんだけど、ガソリンの値段がだいぶ安くなってるね、前と比べて。今 4.5 ドルとか、一時期6ドルぐらいだったから、ナイス。キューバンサンドイッチ、ジョサイアが買ってきてくれた。フルーツタルト買ってきてくれたよ、優しいな。Thank you, thank you。 ポテトボール、美味しそう。Do you remember the Japanese title for the movie? I forgot. I keep forgetting. 君たちはどう生きるか。君たちはどう。ジョサヤの方が知ってた。When they translated to English, I was like, I feel like it lost its meaning. You know? Talking about the boy and the heron. It sounds really like Pixar. Yeah. Yeah. やば、なんか私さ YouTube の編集しててさ、多分3時間ぐらい普通にずっと座ったままめっちゃ集中してやってた。目やばいっしょ。この Vlog より先に載せると思われる一つビデオを作ったんだけど、それがね結構私の今までの人生の総集結、合ってる、総まとめの知識みたいなことをちょっと熱く語っちゃってる感じで、2024年なりたい自分になろうぜっていう感じのビデオです。はい、まだ見てない方いたらぜひ見てください。映画見てきて、ジョサイアがおごってくれた。なんか美味しいあのコロッケみたいなのあったじゃん、あれ。しかも残ったの最後ジョサイアがくれて、で帰ってきてそれ食べて、結構な量の揚げ物食べた今日久しぶりに。だけどすごい美味しかった、嬉しい、食べれていっぱい。でまた揚げ物食べようとしてんだけど、昨日の残りの唐揚げとブロッコリーと玄米です。あとオレンジジュース。はい、今日はそんな感じで2日目の終わりにしたいと思います。おやすみなさいっていただきます。はい、おやすみなさい、いただきます。またね。おはようございます。今日は結構がっつりな感じで、プロテインマックスな感じのサンドイッチを作りました。今日はねジムに行くので、これを食べて行ってきます。 OK、 今日はね久しぶりにちょっと涼しい感じなんだけど、今からジムに行ってこようと思います。今日はレッグデーなので激しく鍛えるよ。曇ってたから急にフォーみたいなのが食べたくなって、近くにねここ私の好きなフォー屋さんがあるから、ベトナムの料理屋さん食べに来ちゃった。めっちゃ大きいボール出てきた。めちゃくちゃ日本人な感じの晩ご飯です。こんばんは。さっきまでまた昼寝してました。疲れた今日で、本当はご飯とか多分 Vlog 作ってなかったら何も食べないぐらい別に欲しくなかったんだけど、頑張って作ったよ。忙しいとまあいっかってなっちゃう時あるけど、いやダメだね、栄養素を取り入れないと。無理に食べるっていうあれじゃないんだけど、でも後で絶対お腹空いてなんか食べたくなると思うから作りました。眠、なんかねやっと涼しくなってきたじゃんLA。 だからなんか今日とか雨降ってる感じで、すごいなんかあ冬っていう感じでゆっくりしたいよね。お味噌汁に私生姜入れるのがすごい好きで、日本から持って帰ってきた梅干し最後の梅干しなの。
回はそんな感じで終わりにしようと思うんですけど、参考になったかっていうのは謎だけど、でも皆さんに言いたいのは、やっぱり添加物を減らすと体調が良くなるよっていう感じかな。全く食べちゃいけないっていうわけじゃないと思うんだけど、でもやっぱり体に何を入れるかってすごく大事だと思うんだよね。長い目でも見てもそうだし、でも短い目で見てもすぐに結構体に現れてくるものだと思うから、この Vlog 撮ってる3日間の間お菓子とか一切食べてない。揚げ物系をさちょっといつも以上に食べたと思うんだけど、お菓子とか全然食べてないから、はい、とても体調がよろしいでございます。皆さんもダイエットとかじゃなくって、ちゃんと栄養素を考えて健康的に食べましょうね本当に健康じゃないと何も楽しくないじゃん。だからね、皆さんも健康に気をつけて一緒に頑張りましょう。今回も見てくれてありがとう。 See you soon in my next video. Bye.